やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、スタンリーです。今いるのはですね、ここどこなんだろう。美容医療が終わってですね、しばらく経ったんですけども、3時間ほど雨が降っててですね、今からミョンドンに行ってですね、韓国の原宿と言われている場所に行きたかったんですけどね。私はタクシー呼んでもね、1時間半後ぐらいしか来ないんですよ。なのでね、私電車に乗ろうとしたの、切符買おうとしたら現金しか使えなくて、私今回現金一銭も持ってないんですね、韓国のお金。なので私銀行に来ました、こうやって。はい、お金引き出そうとしたんですけど、韓国語わかんなくて引き出せなくて、キャッシュカードもクレジットカードも入れてもうんともすんとも言わないんで、立ち往生でございます。動けないと。現金持ってないのでかすぎたね、大失敗と言いましょうか。どうしようと思って、コンビニでスイカ的なの買えるよ。わかった、配信するに限るやん。もう一発で解消されたわ。マジ右往左往してるわ。昨日だってさ、ホテル泊まってさ、エアコンと同じ形状の端末がなんか壁にぶら下がってたのよ。で、置いたらさ、韓国語をさ5分に1回喋るの。俺何を言ってんのか分かんなくて、しかもアナログだからさ、止め方分かんなくて、ぼちぼち押してたらどんどんテンポ上がってくの。ケーニャーさあさあよあよあよあえーってずっと言って、うっさーと思って。でも俺 Vlog 順調だぞ、ちゃんと撮れてる。ちょ、ここ置いとこ、よいしょ。すいませんね、ちょっと置かせてもらいますよ。よいしょ。 T カード花ジュースよ。T カード、トレインカード、フードコートカード。マイメロディー、マイメロディー、オッケー、センキュー。マイメロディーが前になりました。 ATM があるらしいから、そこにまず行きます。ありがてー、本当に優しい。どこだ、あれだ、緑の CU って書いてある。絶対次からエクスチェンジしてから行こう。これさ、おもろい話があってさ、エコノミーで行ったんだけど、隣の座った女の子がアイドルの子でね、で俺のことを知ってるって言ってくれたの。だからいろいろ話してたんだけど、お金を変えるときにレートが新宿の西口が一番高いって言われて、空港はレート良くないからやめた方がいいですよって言われて、俺もう見失っちゃって、そのレート変換のタイミング。連絡先聞かねえ。野ざらし ATM だ。伝説の。来たー。これ、まずマイマイメロディー入れます。ちょ、待ってて。待っててみんな。何これで、とりあえず青いボタン押す。赤か青で言ったら赤、青。頼む。なんでマジで、なんでできないの。せちがらい、韓国怖い。マイメロディーに1000円入ってる。マイメロディー俺無料でもらったんだよ。マイメロディー少し、何、どういうこと。マイメロディーって最初からお金入ってんの。じゃあ行けんじゃん。よし、来た。チョンダム7号線。打ちかましまーす。いっけマシがちげえじゃねえかよ。おい、セブンイレブン先行っとけばよかったじゃねえかよ。なんだよこれ、セブンイレブン行くわ。セブンイレブンの、セブンイレブン感ないけどね。セブンイレブンないかい。セブンイレブン感ないよ。あー、安心する。あのマーク、ほんとあのマーク安心する。ちょっと危ないな、ちょっと危ないぞ。
様様だ。待って。これ ATM じゃね？壁や。壁だった。もう一個セミリビングがあるんだろ。いやでもね、何が言いたいかっていうとね、俺今旅をしてんだよな。宿取ってないんだよね。飯食いながら探さないと。全然取ってない今からやね。だって今日俺がどんな行動するか分かんなかったし、今日の俺は昨日の俺には想像できないから。頼む。いやでもさっきより輝きがあるぞ、セブンイレブン。うわ、全然デカさ違うね、これは。これは来たね。ATM です。たどり着きました。ちょっと、途中から韓国語に変わるんだよな。なんでなんだろう。全部日本語で書いてくんねえかな。あ、なんか最初の画面に落とされたんだが。方言カードってなんだ。ドメスティックカードってなんだ。イタリトゥープロペルペウススクリーン、これ何言ってんの、どういうことだろう。で、あ、ありがとうございます。ちょっと一緒にさ、俺と電車乗って、ちょっと俺と一緒に電車乗って、ちょっと教えてください、いろいろ。チャージした方がいいんですか。え、マイメロディ、俺お金ないけど、おごりでいいんですか。全然大丈夫。紙ね。ちゃんと返すから。ありがとう。ちゃんと返します。ありがとうございます。ああ、俺のマイメロディにやっとお金が入ったよ。ありがとう。カモサミだ。来ました。どうもありがとう。ミョンドンまで僕を連れてってください。金もねえし、言語も伝わんねえし、生き方わかんないです。いや、目が見えるじゃん、韓国に。何で韓国来たんですか？飛行機で。飛行機で、何？用は？用は友達のライブ。ああ。ライブ行ってて。そうなんだ。え、ここから来ました。ここから、はい、ここです。俺、ここ本当に、この駅、5回ぐらい入って5回出ました。うん、5回もトライしました。配信外でも何回までバシャーンってなってるからさ、俺。俺一回、クレジットカードかざしてみて入れっかなと思ってトライしてみて。うん、入れなかったの。俺が見てあげましょう。お願いします。任せてください。俺プロの得意なんで。これってさ、チャンガムじゃない。あ、これチャンガムだよね。よし行こう。すごい。いやありがてえな、本当にありがとう、ありがとうございます。 Vlog の方には撮ったんですけど、昨日僕カジノ10万負けてもうスカンピンだったんでね。いや勝ってたら現金で落としてたんだけど、ちげえよ。違うの。一回10万が19万までいったので、ブラックジャックで9万ベットしたんだよね。その後負けるよね普通。そこで勝ってたら世界変わってんだけどね。俺19万で下がれる性格じゃなくて。ちょっと待って、飲み物あります。飲み物何飲みたいですか。何飲みたいですか。お水、水飲ませてください。お水、こうか。あの、ごめんなさい、買えなかったです。え、俺のどこが好きですか。面白いところ。面白いところだって。よく上がってんな。にって言ったよな。にこっちだ。間違ってても味だから大丈夫。全然大丈夫なんだから。ん？こっちだね。大失敗。
めちゃめちゃダメだ。ちゃんとチャレンジしたんだね。うん、本当じゃない。はい。はい。もらっていいんですか？あの、30分かかるって言ってて間に合わなくて。ありがとうございます。ごめんなさい。こんな駅の前まで来てくれて。どうも、ありがとうございます。ありがとうね。またね。バイバイ。ありがとう。行きましょう。助かっちゃうな。日本にはさ、ジブリがあるじゃない。もののけ姫っていうさ、作品があるんだけどさ、女の子からさ、物をもらうわけよ。でもそれはさ、サンに後で渡すんだよね、もらったものをそのまま。水飲む？え？あのサンパ多分飲んでもらえた。ああ、そっか、分かった、はい、俺は飲むわ。ありがとうございます。うわ、来ましたね、ミョンドゥンでございます。雨が増したわ。傘なしで歩けなかったみたい。急に、はい、あ、そうですよ。お前エクスチェンジの場所知ってる？セブンイレブンなら分かります。あー、ちょっと連れてってくれ。ここ反対側、あ、見えますかね。あるな、あそこ行こう。はい、韓国のリスナーなんですけど。ありがとうございます。会いに来たくて。え、嬉しいです、ありがとうございます。あの、この建物裏側にいますね。裏側にある、はい、ありがとうございます。一緒に行ってみましょう。取ってないですか。でもそうだよ、俺も宿取ってない。これ泊まろうとしてご飯屋さんで探そうと思ってる。他の時期だと結構ですけど、うん、タオルとか全然なかった。うん、あれってことないんですよ。え、ないの？先に予約しないとなかなかないんで。はっ、遠いところに泊まりしないといけない。そうなの？僕も一応調べます。ありがとうね、マジで。現地の人助かる、マジで。完全に来た。現金5000円とワオポスに4万5000円が入りました。はー、来た、ついに来た。金のあるメインストリートは輝き方違えな。できることがありすぎるぜ。あまりにも違うんだが、なんだこれ、背筋もちょっと伸びてる気がするぞ。俺5000円もあるからさ、食いたいもんあったら行ってな。どんだけでも怒ってやるからさ、俺。え、屋台すごいんだけど。うわぁ。え、中国はもう大丈夫。カムサムニダー。食べてください。食べてください。ね、これありがとう。もう遠いもんね。タクシー代これ持って。はい。帰ってください。ありがとうね、来てくれて。マジ助かった。第1号だよ。すごく助かったよ。あなたがいなかったら野垂れ死んだからね。ありがとうね、みんな。ありがとうございました。はい、またね。はい、韓国もありがとう。またな。じゃあね、ありがとうね。ありがとうね。いや、あの女の子が多分優しすぎんだろうな。俺が電車についてきてって言って、遠い場所に行っちゃうって分かってても、ついてきちゃったんだろうな、俺のために。で、スマホの充電切れて。多分、いや、そっち遠いんでって言えなかったんだろうな。ここか？ここっぽいぞ、ここ右っぽい。黄金牧場だ。あれだ、あれが黄金牧場だ。ハロー、感謝よ。そっす。俺想像してるやつだぞ。踊ってる。こいつらマジで生命力すごいな。タコ単体だと別にごまだれの味しかしない。これはうまいわ、これはうまい。
ったりしない？危な。かかってない。かな。これうまっ。あ、やばい。口の中でめっちゃ吸われるわ。こんな吸われんだ。痛いぐらいなんだけど。いらな、この感覚。ネギの香りがいい。ネギだよねこれ。多分ネギ。ちょっとでけえな。髪型セットしてないともうこの服装おねえみたいやな。色気が吹っ飛んでさ、おねえやんマジで。いいか、もうホテルだし。チェックインプリーズ。菅原。パスポートお願いします。ああ、はい。菅原岩様ですか。はい、菅原です。はい。お願いします。これはお部屋。アギラキは知ったと。よし、あとはね、まず1回目開きませんと。はい。はい。皆さんすいません。これは今回ね、お部屋、間違いでございました。はい。僕としてもね、配信者として長くやってますんでね、さすがに、もうちょっといい部屋を用意してます。よかった。この部屋ではないよねって、俺、開けた瞬間に、ちょっと狭いかなって思ったもん。違います。違いますよ。さすがにね、いいホテルではあるんですけど、少しグレードの低い部屋を、頼んでしまったと思いました。間違いだったみたいです。お世話になりました。短い間でしたけれども。はい。はい、というわけで、若干狭くなりました。すっごい俺さっきピンポーンってなって扉開いた瞬間、もう歪むような申し訳なさそうな顔で間違えましたって言ってるから、何のことだろうなと思ったら部屋でしたね。まあこんな感じ。今日は明日一番ここに寝ようと思います。そう、なんて言うんだろうね。いや俺ここの部屋に文句はないんだよ。その、さっきの部屋見なかったらね。いや、そりゃそうだろう。最初からここに通されてる、うわぁ、いいね、みたいな。今日は終わりっす。お疲れ様でした。